秋は上海が2のシーズン。でもわざわざ上海から楊秋湖まで食べに行く必要がありますか？今日はカメラマンと一緒にそのコスパを確かめたいと思います。では出発。楊秋湖は江蘇省蘇州市にあります。上海から約85キロ、3つの行き方があります。まず取材クルーのように高速鉄道を利用していく方法で、所要時間は約3時間です。次に上海と蘇州をつなぐ地下鉄11号線に乗って、華僑駅で蘇州の11号線に乗り換える方法、約5時間かかります。一番早いのはマイカーです。京路高速道路に乗れば90分で到着です。3時間をかけてやっと楊秋湖に来ています。これから上海ガニの水揚げが始まります。今年は高温と雨が少ない天候が続き、さらに先日の強い台風のために5回目の脱皮が例年より2週間ほど遅いカニが約 70% に上ったそうです。品質と大きさにも影響が出ているのでしょうか。今年の螃蟹、少得很。对，一个公蟹大概有5两到6两，然后这个母蟹大概有4两到3两母。水揚げした一カゴ目の上海ガニ、どのカニも大きく育ち元気いっぱいです。無事に育ったカニを見て、蘇州市楊秋湖上海ガニ産業協会の楊水生さんは、カニを養殖する人たちの努力抜きには語れないと話しています。我们广大信农在捕草、调水、增养、淘饵、勤查等多方面加强和改进措施，保证了大闸蟹的正常生长，预计总产量9000900吨左右。中国人が上海ガニを食べる歴史は約5000年前の養殖文化に遡ります。仙洞港の流域でカニの殻が発掘され、当時の人々がカニを食べていたことが分かりました。約3000年前の周の時代になると、宮廷に献上する食材に選ばれ、約1000年前の宋の時代から楊秋湖は上海ガニの産地として徐々に有名になっていきました。青い殻、白いお腹、金色の爪、黄色い毛、4つの特徴が楊秋湖のカニかどうかを見分ける基準です。今、上海ガニは江蘇省以外でも養殖されていますが、なぜ楊秋湖で育てられたカニだけが海外にも知られるほど有名になったのでしょうか。楊秋湖に住み、家族代々カニ漁師をしている李強さんはその理由をこう話します。这里的水质好、生態好呀、養出来的蟹各大肥美、肯定是清蒸呀、原味呀。阳澄湖大闸蟹它本体的鲜度就已经非常高了，所以每次吃饭的时候，螃蟹都是最后一个上桌，因为它吃了之后，它吃别的菜就没有味道了。蒸しガニのほか、枝豆と上海ガニの炒め物、塩漬け肉と上海ガニの蒸し物、上海ガニの紹興酒漬け、カニ味噌豆腐なども蘇州の人々が発明した日常的な食べ方です。楊秋湖のカニのうまさは人を蘇州にとどめるほどだという島で生まれました。そんなに大きなカニがいると毎日食べても飽きないですね。カニちゃんの話によると11月と12月が一番おいしいですから、ぜひ食べに来てくださいね。